で、この北斎漫画こそがね、ジャポニズムのスタートだというふうに言われてるんですよ。どういうことでいうと、ジャポニズムってね、よく言うじゃないですか。ヨーロッパで江戸時代末期くらいから日本の文化すげーっていうね、湧いたよって、日本ブーム起こったよっていうのがジャポニズムなんですけども、それの一番最初っていうのは、そのヨーロッパの人が陶磁器を日本から輸入しましたよと。で、届いたわーって言って、で、それを開けようと思ったら、なんか緩衝材になんかいろいろ包み紙みたいなのがあったけど、それを何やこれはって言ってパーって見てみたら、それが浮世絵やったんですよ。で、これがすげー、ジャパニーズアートすげー、日本のペインティングすげーみたいな感じでめっちゃ話題になって、その陶磁器よりも緩衝材の方がわーって湧いたっていう風なエピソードがある。それがジャポニズムのスタートだって言われてるんですけど、その緩衝材こそが北斎漫画だったっていう風に言われてるんですよ。それはほんまなんていうような意見もあるんですけども、まあまあ一応そういう風な流れでスタートだって言われてるのが、この北斎漫画になりますよということで、まさにね、日本の文化がヨーロッパに到着して話題となったスタートがこの北斎漫画やったわけなんですよ。